中。から片思いフォーエバーを YouTube で見たいと思います。片思いフォーエバーって言うとさ、片思いファイナリーって言っちゃいそうになる、いつも。やべ、 CM ヒーハーヒーハーの CM。うっすら聞こえるかな。ああ、待って、通知が来ますね。ちょっと待ってください。よいしょ。では、今から、片思いフォーエバーのミュージックビデオを見たいと思います。みんなも携帯が 2つ端末があれば一緒に見よう。ちょっと実況 MV 配信、ゴー。クロミちゃんから始まります。こどこ、あ、なおちゃん、みんな可愛いね。なんか雰囲気が本当にクロミちゃん可愛い、小悪魔みたいな感じの衣装で。あ、映った。なんて、これは本物の風船です。かわいいぴょん。あ、よかった。みんな一緒に髪型だったりメイクだったりしてて、音聞こえるかな、うっすら。いるん、あ、ちかです。衣装がとにかく可愛くて、今回ちかの好きな形で、またピンクのパフスリーブで可愛い衣装で、2杯履いてる初めてではないけど、あんま衣装ではないから。でも地下的にゆきちゃんの衣装が一番ね、好き好き。メトロポケモン。ゆかちゃんが細すぎ。あー、クロミちゃんがチカの足元にいた。あー、かわいい。実際はね、おらんかったから、クロミちゃんは当日ちょっと来らなかったのでね。アイスクリームもチーズケーキも目に入らへんねんて。可愛いの、みんな、みんな可愛いの。あー、ゆいちゅ、この時すごいね、暑くてもう汗で前髪がなくならんか心配やった。可愛いのよ、歌詞もまた。好きになってもいいですかって言ってて。あ、近ラブリーのね、ピアスが激可愛くてめっちゃ長いね。クラミクラミ、え、すごい鏡なんよ。てかもうラブリーの衣装がパリコレすぎて、え、めっちゃ可愛い。ラブリーにしか似合わん。めっちゃ可愛くて、
わいい。 SKE に今までにないなんかかわいいが詰まってる。ブリ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 っていうのかな、ブリブリすぎずもう本当にくるみちゃん要素たくさん。ハピネース、ハピネース、見終わった。かわいい、みんなかわいい、なんか本当にかわいいが詰まってた。 MV の日もみんなが着替えして着替え部屋から出てくるたびにかわいいって言ってた。どうでしたか。じゃあみんなの感想もコメントでお聞きしたいと思います。そうね、ゆきちゃんとね近かったの嬉しかった。しかもお、かわいい、とにかくかわいい。あ、この衣装でのヒロが見たい。くるみちゃんが踊ってる姿が見たかった。確かにね、一緒に踊りたかったな。ニーハイ最高素直でよろしい。この衣装はお借りできそうなの。こう、この衣装は衣装さんがみんなに合う組み合わせにしてくれて、ちかちゃんが一番可愛かったです。ほんまに、いつも可愛かったけどより可愛かった。好きになっていいですよちかちゃんしか見えません。タイトルでちかちゃんが、なんだタイトル星でちかちゃんが言うの嬉しかった。なんや星、気になるな。嬉しい。ツイッターの方にね写真あげたから、みんなたくさん可愛いってコメントしてね。どっから見てもちかちゃんが映ってるのはすごいことだよね。そうだよね、嬉しい。あまあまで可愛い。それな、あ、タイトルバックね。あー、なるほどね。ツーショットで来てほしい。あ、オンラインのチェキチャ会はこの衣装でやるんだ。そうなん。サンリオピューロランドでライブしたし、やりたい。いや絶対難しいけどやりたい。くるみちゃん来てほしいよね。なんなら好きになって、そうね、あんまり着なさそうな衣装だから、ブリブリに、はい、足にも、ね、衣装ついてた実は。え、ツーショット写真会はね衣装着ようと思ってるよ、もちろん。でもすごい今回 MV みんなありがとうね、コメントいっぱいツイッターの方にもコメント待ってます。ミュージックビデオ撮って、とにかくラブリンにめちゃくちゃぴったりで似合ってる、本当に似合ってて、リアルクロミちゃん、なんか実写版のクロミちゃんかなってぐらいさ、小悪魔要素あるし、スタイルいいし、衣装めっちゃ似合ってたし、可愛かったの、みんな可愛かったのこの衣装でもちかもすごい嬉しかったし、でもみんなのおかげなので、これは紛れもなくみんなのおかげなので、ありがとうみんな。あ、そう、歌い出しの歌声分かった。そう、ちか歌ってるねん。せやねん、せやねん。すごいいっぱい可愛い写真を撮ってもらったので、ゆっくりアップしていくのでお待ちを。トーク会でも着ようと思ってて、それをねちょっとみんなと、もうトーク会、現地でトーク会と、写真会、写メ会の日程はもう出てて、多分もうあれやんな、受付始まってんねやんな確か。始まってるっぽくて、あ、あさってでした先も知りました、ごめんなさいまだでした、会いたすぎて。どうした、ビョーン湿気湿気。
デレツン、なんかみんなとね、申し込む前にも、申し込みが始まる前になんかこういうことするよっていうのを話せたらなと思って、日程をね、ちょっとチカがね参加しない日程があって、それが11月3日と23日がちょっと今のところ参加しないっぽくて、でももしかしたらなんか参加するっていうこともありえるかもしれへんけど、今のところないのでちょっと会えないに2日間もあるから寂しいねんけど、その分また月日でたくさん待ってます。10月23日と3日は参加できずね、関東の社務会で切れへんのか一緒。どうするみんな、やっぱり今回のこのクロミちゃんの片思いフォーエバーのミュージックビデオの衣装は絶対に着たいなと思ってて、あ、そう、10月15日にもオンラインがあるので、ミュージックビデオのやつと、あと、あゆかまるとお揃い着ようねって言ったのも着たい。昨日のあの時に、昨日の配信で急に決まったやつ。あと去年も同期でハロウィンはお揃いしたから、なんかハロウィンお揃いできたらなって勝手に思ってます。仮装ハロウィン、ハロウィンパーティー大好き。ハロウィン、そうしたいんだよね。でも今年はみんなにもしてほしいな、一緒に。あと生誕 T シャツももちろん着たいでしょ。となると、悩むねみんな、いつがいい。でもあゆかまるとのお揃いは10月8日でお揃いできたらいいな。早速ちょっとまだ勝手に決めてるんですけどね。10月8日はゆかまるとおそろちできたらいいな。で、9日の写メ会はくろみちゃんの衣装着れたらいいな。ちょっと愛知の会場、まずは優しい時間期待に任せてくるので、生誕はやっぱ誕生日近い時がいいから11月13か12どっちかだね。ねえ、どっちがいいかな。12にしようかな。めっちゃ見えてるやん見えていいやつなんですけどね、みんな見えていいやつだからな、これ心配されちゃう。10月23は岐阜に行くつもりだけど、それでいい。それさ、めっちゃ言われんねんけど、わからんねんな、ほんまに。まだなんとも言えない、ノーコメント11月12日
11月、ちょっと今のところバーって決めたのは10月8日はあゆかまるとお揃い、10月9日の写メ会でくろみちゃんの衣装を着て写メ会して、10月なんか同期でできたらな、ハロウィンって思ってるけど、ちょっとそれはまあ10月か10月か11月で3日おらんのや、ちょっと悩むな。あ、23おらんねや、てかせや、じゃあ22だけなんだ。でとりあえず確定なのは8日と9日とあと11月12日に生誕 T シャツでお揃いでみんなと撮れたらなと。あ、違う12日は違う、わからん。関東でも来たかったかな。あと何かみんな的になんかこれ着てほしいなとかあれば。でもくらみちゃんの衣装はせっかくだったら何回か着れたらな、写メトーク会でも着れたらいいなと思ってて、それこそ関東で11月13日幕張の時にも着れたらいいよね。あ、生誕 T、 あ、生誕 T ね、11月12日、あ、関東なんか、あ、1月21日も着ようかな。あ、でも22日でもいい、写メ会だから。そうだね、生誕 T は関東とあと名古屋でも着たい。名古屋どっちがいい？みんな的に。トーク会か、写メ会。21日のスカイエキスポ、愛知スカイエキスポ、トーク会か、22日のツーショット写メ会。なで方？どっちがいいんだろうな。12日に行けるでしょ？確かに、ペアルックで写メは高まるね。21日にしようかな。確かに確かに、22だ、ごめん。だから生誕 T シャツは11月12日の幕張メッセと1月22日の名古屋での現地でツーショット写真会。そうね、ツイッターでメモも。10月4日9日でも待って、9日のスカイエキスポでクラミちゃん衣装着るぞ。せっかくやったら関東でも着たいよねってなったら11月13、逆にさ、待って、普通に私服着るのいつなんだ、違う、10月22と11月13と、あ、3日間あった。でもちょっと近い、もう一個したいんだよね、あれ、みんなとなんかピスタチオカラー的なペアルック、ペアルック、ま、生誕 T シャツはマストとして、それもしてんだよな。でもそれはちょっと私服テイストでさできるからいいじゃんね。でもどう、関東の人もやっぱさ、関東でも衣装着たいよね、せっかくだったら。ってなったら11月13日が衣装になるかな。悩みは、そう、ドレスコード、あ、そっか、10月はオンラインでも着るのか。
悩みますの。今のところ でもなんかベアルックするなら関東がいいな。ちょっと今のところちょっとザザッとまとめますと、上の日程からいくと10月8日スカイエキスポであゆかまるとおそろいのペアコーデで、10月9日のスカイエキスポでシャメ会でクロミちゃんの今回の MV の衣装をで、11月12日の幕張メッセのトーク会で生誕 T シャツで、今のところ13日の幕張メッセのトーク会でもクロミちゃん衣装着ようかなって思ってて、今これを見て未定です。で1月21日は何もない、普通の私服。22日のツーショット会で生誕 T シャツ名古屋でみんなと着ようかなと思ってます。もちろん部ごとで髪型は毎度毎度変えていこうかなとは思っているので、その部で会える地下を楽しみにしててね。ペアルックしたいんだよな、地下好きなんだよね。なんかマーベルの T シャツとかさ、あとピスタチオカラーとか、マーベル面白かったんだよねあれね。自由良かったよね。まあでも季節的にね寒くなってちゃうから、そう思ったより複雑なんだよね。ちょっとまとめるね後で、どっかしらで。ただ11月13日にくるみちゃんの衣装を着ようか悩んでる、関東と名古屋で。あとペアルック、みんなと何したいかな今。そうだよね、でも関東にしか来れない人もいるだろうし、まあ、関東も来てほしいんだけどね。関東やっぱちょっとね11月13日もくるみちゃんに来るかな、せっかくだったらね。ちょっと待って、もう変わるかもですが、一旦ちょっと今日755にじゃあまとめてあげるね。10月22日か1月21日どっちかでちょっとペアルックをしたいなと思っています。なんかいいペアルック企画があればください、案を。ちょっとまだ確定じゃないから755に一旦当て開ける。なんだろうな、スタジオはやっちゃったからな。みんなが買いやすい、お買いリーズナブルなお値段で、かつゲットしやすいというか。ペアルックでも遠くから見て分かりやすいのがいいじゃん。あとちょっといい案があったらみんなちょっと、宿題、みんな宿題する。くるみちゃんの衣装で写真写メ買い取る時とか、みんなもなんか可愛いの身につけてきてね。あ、推し野球チームのユニフォーム T シャツ、あ、この前違う野球見たからか。ちょっと地下も考えるね、みんなと考える。
ちょ、7号号に今パッてあげるね。ちょ、一旦メモメモすなって感じなんですけど、7号号に一旦確定のやつをあげてみる。好きになっていいですか？一旦こちらですね。はい、あげた。仮、あ、カッコ仮。っていうのをあげたいと思います。ちょっとまた宿題でいろいろ考えましょう、みんなで。だからこういうのやってほしいとか。でも全部なんか衣装とはせずに、なんか私服の日もその日にね、ペアルックでみんなとできたらいいなと思ってるので、何かこういうのはどうっていうのがあったら教えてくださいっていうので、そろそろ終わりますね。また冬季会のね、受付が始まる前に確定できるようにするので、みんなありがとうございました。本当に片思いフォーエバーたくさん見てね、そしてたくさんの可愛いを待ってます。みんなのおかげなので、本当にもっと嬉しいこと増やせるように頑張ろうね。楽しもうね。一番は楽しい時間をみんなと過ごせるように過ごす。オンラインのチェキチャ会の方もぜひぜひ待ってます。そう、生誕 T シャツもみんなちゃんと注文したかい？生誕グッズ。1週間頑張ろうね。またおやすみ。みんなも頑張ってね。明日からお仕事、学校、もろもろ。ありがとう、見に来てくれて。バイバーイ。